みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今回はみほとけが2023年8月に石川県を旅してきた模様をお届けします。まずは2024年の元旦に起きました令和6年能登半島地震に被害に遭われた方には心からお見舞いを申し上げます。私は今横浜の鶴見にある総持寺という曹洞宗の大本山さんとお仕事させていただいているんですけれども、その関係で石川県輪島市にある総持寺祖院というお寺にお参りに行かせてもらいました。でその時同時に石川県立歴史博物館で開催していた石川の霊場中世の祈りと御仏っていう、仏像展ですね、はい、もう今終わっちゃってるんですけれども、それを見ていました。その時に旅の様子を Vlog 風に動画に撮っていたんですね。ただ編集がとってもとっても遅くなっているところで元旦にあのような地震が起きてしまったということなんです。なのでこの動画をアップするかをすごく悩んだんですけれども、この動画の中に能登半島の綺麗な景色とか、お坊さんに聞いたお話とか、総持寺祖院の素敵なところとか、あとお食事とかね、いろいろいいところが撮れていたので、この動画を上げることで能登半島の魅力の PR になって、それがこの震災復興の力の一つちょっとにでもなれたらいいなという願いのもとを公開させていただきます。ということで、まずは金沢駅について石川県立歴史博物館に行く道中から始まります。どうぞよかったら動画ご覧ください。ということで、今見ていただいているのが私が朝一番に新幹線のもう始発ですね、乗って石川県着きました。この、はい、なんか有名な門で写真なんか撮ったりして浮かれておりますが、石川の霊場という仏像展を石川県立歴史博物館で見てきた時の様子ですね。石川県って能登半島が軍と日本海側に突き出ていて、そこが非常に貿易が盛んで、中世つまりまあ鎌倉時代ぐらいからですね、とっても文化水準の高い町だったんだなっていうのがこの石川の霊場展で分かりましたね。素敵な仏様たくさんいたんですよ、はい。あとね、この博物館が赤レンガ倉庫みたいでめっちゃかっこいいですよね、はい。もう立派な仏像の数々に感動して興奮気味の私、お昼ご飯この金箔のアイスソフトクリーム食べたんですけども、あ、美味しいなって思っている目線の先に外国人のカップルがめちゃくちゃキスしていて、あ、キスしてんなって思いながら、はい、ソフトクリーム食べて、お昼はここもう駅戻ってきました。金沢駅から、はい、12時40分発のバスに乗って能登半島北上してまいります。お昼ご飯にカニの稲荷も食べました。はい、これ美味しかったです。もうずっと北上していくんですよ。3時間も乗ってるので、もうさすがに iPad でちょっとお仕事なんかさせていただいて、このね、左側の海がずっと綺麗だったんですよ。もうね、ブルーの海を左手日本海側見ながらね、ずっと乗ってますよ。道もずっと一直線なんですよね、これで。はい、途中トイレ休憩の場所で総持寺祖院が目的地です。ビューッと目線下げて、まだここです。はい、もう見晴らしがずっとこの景色でしたね。癒されましたよ。緑が濃く夏の海って感じですよね。これ渚ドライブウェイって有名なね、あの海岸線沿い車で走れるっていうのもあるんですよね。はい、で乗り換え地点です。この能登長寿大仏が気になる看板が出てきた、ここが穴水というね、交差点です。穴水町の交差点、結構ねここの町の中では大きな交差点で、まあスーパーがあったり、この謎のソフトクリームのオブジェが載ってるやつがあって、これが寿司弁っていう、寿司と弁当屋っていうらしいんですけどね、おばちゃんが2人合わせて163歳で手作りでやってますっていうのがあったりとか、このおじいちゃんが馬から馬取り川にをこうおじいちゃん自身が宣伝してくれたり、ローカルで、私ここなんでこんな遊んでるかというと、ここ熱水で1時間半ぐらいバス待たなきゃいけなかったんですよね。はい、いちじくジャムを買いました。能登高校の、はい、いちじくジャムを農協で買ったりして時間潰して、はい、寿司弁でね、ちょっとせっかくなんでまあ休憩するかと思って寿司と弁当の寿司弁ですが、お寿司が見当たりませんでした。はい、こんな感じ、お惣菜が売ってたのでね、あと麦茶、地元のお茶飲みながらお惣菜食べてみようということですね。これ急に食レポのコーナーみたいな、あの量り売りで言ってたお惣菜ですよ。もうね、めちゃくちゃ出汁が染み込んでてめっちゃ美味しかった。はい、このお豆腐もすごい、もうジュワージュワージュワーって出汁が出てくる、美味しかったです。このオクラの煮物もね、やっぱね、さっきの2人合わせて163歳でおばちゃんたちが
心込めて作ってくれてたんでしょうね。美味しかったです。はい、では、はい、バスの本数の少なさを見てください。はい、1時間の乗り換えを待ちましたよ。はい、この木っていうね、これ難しいんですよ。いろんなところにバス停があって、迷いながらここで合ってるだろうと思いながら恐る恐る乗ったバスが、はい、こんな感じで、聞いてください。停留所じゃなくても降りれるっていうタイプの珍しいバスですね。はい、でもやっとここまで来ました。穴水町から掃除急いに向かいます。バスは私一人だけでしたね。平日の昼間ですからね。で、見てこの景色、綺麗なね、田んぼ広がって空も青くて、これから黄金の稲穂がなりますみたいなシーズンですよね。癒されましたよ。やっと着いた。これが掃除時前のバス停です。なんか学校があったり、めっちゃいい雰囲気の参道には来ました。もうちょっとで掃除時総員にやっと着きます。ああ、もう4時だよ。ああ、やっと着きました。はい、すいません、動画の途中なんですけれども、ようやく掃除急いに着いた私はここから中入っていくんですけれども、掃除急いの説明を何もしていないんですね。なのでここで私登場して説明させてください。掃除急い、もともと掃除寺という名前でした。これ700年前慶山禅寺というお坊さんが建てたお寺です。ここ曹洞宗の大本山なんですけれども、曹洞宗といえば道元禅寺という方が鎌倉時代に永平寺を開いて、で曹洞宗を始めたっていうのは学校の授業でも習うと思います。実はその次の世代に慶山禅寺という非常にすごいお坊さんがいました。当時の慶山禅寺っていうのは、もう曹洞宗の教え素晴らしいですよと、禅ってすごいですよ、だからこれからはもっと民間の人にこれ広めていった方がいいんじゃないかということで、町の人に広める布教するという意味で、この掃除寺を能登半島の輪島市に作ったわけなんです。でそこでたくさんの人が集って、もう町の人も来る、修行の人も来るで、とても大きなお寺になっていきました。それが700年前に始まっているんですけれども、時が経って明治時代、明治31年に掃除寺がものすごい大きな火災に遭ってしまうんですよ。なので大変な復興しなきゃなとなったんですが、この布教をするとか町の人に禅を伝えるっていう役割は、次の時代、まあ、明治時代以降は太平洋側にも一つ拠点作らなきゃいけないねということになり、掃除寺を新たに横浜の鶴見で作ることにしたんですね。なので今掃除寺というお寺は横浜の鶴見に大きくあるわけなんですけれども、輪島市の掃除寺の方は燃えたからなくなるではなく、掃除寺祖院として、もうこちらも復興することになったんですね。まあ、この後の動画でも喋っているんですけれども、慶山禅寺のお墓があったりとか、地元の住民がいらっしゃったりとか、その慶山禅寺のもとを慕っているたくさんの弟子の皆さんですよね、明治時代のお坊さんがこっちでの教えも耕しちゃいけないということで、きちんと復興させた。そこが掃除寺総院ということになったわけです。はい、ということでここからまた掃除寺総院に私入っていきます。高島老師というお坊さんにご案内をしていただきました。ご覧くださいませ。掃除寺総院です。今私が毎月お邪魔している曹洞宗大本山掃除寺の元となった総院です。こちらです。はい、慶山禅寺700回大音機、イエーイ。これで私今禅チューブっていう掃除の YouTube チャンネルやってますんでね、ぜひ見てくださいね。やっと来れました。中に入って行きます。すごい。うわー、これ今のこの建物自体はいつぐらいのものなんですか？これはまあ、この建物は昭和の初期です。はい、いわゆる明治31年にここが火災になって、はい、でそれがきっかけになって大本山が鶴見へ移転したんです。でその後、まあ、移転はするんだけど、まず能登の掃除寺を再建するということが一つの条件になっていて、移転の条件で先にまず再興してから、そうだから、ね、当然出来上がりはその今みたいな昭和とかなんですけど、はい、当時のスタートはやっぱりここのが先にスタートした。へー、うん、で順番に今なんかご案内しますけど、中の柄が整備されて、はい、うん、で今二つの掃除。なるほど。こちらは何のお堂ですか？これはね、経蔵っていう、あ、まあ名前の通りお経を、はい、しまってある、はい、蔵ですよね。あの中に、八角形の
ものが入ってて、そこに宇宙船みたいな形の、そうそう、なんかあの回した人はくどくあるって言うんですけど、お経の本自体に、はい、うん、あ、じゃあウィンウィンな、そうで、これをこの仕組みを作った人はこの普大師さん、賢いすいません賢いとか言うんだ、普大師さんはこれあれだったら地震の時飛び出して、はい、指がこれ骨折したんですよ、骨折した二のうち今ちょけピースですけど、うん、で平成26年に修復して、はい、へー、顔出しパネルも素晴らしいですね。そうそう、これはあの、はい、開創700年記念で、この地元のキャラクターですね、モン、はい、ちゃん門前だからモンちゃん、そう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 、モンちゃんに記念して、はい、へー、はい、いいですね、このノキダルキ、はい、ドルキダルキがあります。一層目と二層目見てください。一層目と二層目のノキダルキ。お？はい。なんだ？一緒？一緒？難しいです。ああ、柄が違う。違うでしょ？はい。これが平行ダルキって言うんですよね。はいはいはい。で、しかも二段の平行ダルキ。はい。で、上は放射状に出てる。うーわ、ほんとだ、うん。あれを大二ダルキ。はい、聞いたことあります。うん、二段の。で、上のは難しいんですよ。へぇー。で、わざとこれを変えてある。いやー。なんでそんなにこだわっちゃったんですか？だからこれやっぱり設計した人が、はい、まあ、地元、石川県能登出身の人なんですけど、はい、柴田真嗣さんって言って、鶴見の、はい、あの、試運体っていう建物があるんですけど、あ、そこを設計した人です。へぇー、試運体。すごい、やっぱり掃除所は巨大なんですねまあまあ、あっちと比べるとこっちは小さいですけど、ね、いや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 一個一個の大きさは変わらないぐらいですよ。ちょうどいいよねとは言いますけど確かに向こうはでかすぎる、でかすぎる、確かに、まあ、確立していくんですけど、五院臨終制って言って、いわゆる一人一人の住職だから、慶山禅師から二代目の賀山禅師に、はい、代が変わって、で賀山禅師がその自分の後取りを決めるときに誰か一人って決めなかったんですよ。へ、はい、境内の中に自分の5人のお弟子さんに、はい、境内の中にその5つお寺を建てて、その5つのお寺の住職が交代で住職としてる。なるほど。で、そういう五院臨終制度っていうのを決めて、五院臨終、臨は輪島の輪ね、はい、住は住職、なるほど。いわゆる臨番制度。はい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 。で、その中で、それがずっと続いてきて、江戸時代に入ってから、その、なんていうか仕組みが、いわゆる75日交代。原稿を出してもらって、はい、何回か修正加えて、で、こういう形に作って。へぇ、 で、 今、さっき受付に、総受付に行けばあるんですけど、はい、スタンプラリーで、で、ほこらんとかにこうスタンプが置いてあるんですよ。はいはいはい、で、それをこう、回りながら順番に押していくと。すごい、あー気持ちいいですね。今ちょっと夕方なんでだいぶ涼しくなってきたかな。うわー、なんてキュートなお姿をされてるんでしょうか。いや、増長天、はい、本当はもともとこれあれですよね、四天王、はい、うん、の、だからこれ他にもあるんですけど、はい、今一番なんていうかもう保存状態いいものはこれなんです、ね、もう燃えちゃったりとか。燃えてないです、やっぱり、ね、こう腕が取れたりとか腐食したりとか。なるほど、うん、すごくなんていうかアニメキャラぐらいの頭身ですね、うん、頭がちょっと大きめで手足が短くて、かわいらしい、うん、明治の、はい、明治からその再婚されていくときに、はい、やっぱり資金面とかいろいろな問題があって仏殿を再婚できないということになったんですよ、はい、うんうんうん、で、まあ、最初に大祖堂が工事始まって、はい、でその後ここが客殿として建てられたんですね。うん、で客殿っていうことは、まあ、お客様をおもてなしたり、ね、ここは大祖堂の先ほど。へぇー。だから鶴見は昭和40年まで大祖堂できなかったでしょ。今の東光堂ってある、ね。はいはいはい。東光堂が仮の大祖堂です。で、昭和40年になって、はい、初めて今の大祖堂ができる。へぇー。だからどっちもなんか、爪強いんですね。これでもね、同じティッシュを描いたものでも、はい、物によっては結構もう薄くなってるものもよそのお寺ですけど。へぇー。じゃあ、なんか、ここの場所の力があるんですかね。令和3年に、その、復興工事が終わって、はい、で、4月に落慶法要だったんですよ。まあ、ちょうどコロナ真っ只中だったんですけど。
で規模を縮小してやったんですけど、はい、その時にあの記号方面をやってもらった、うん、こうなんか金箔のさすが石川県って感じの金ですね。このピカピカの廊下を見ると100円廊下を思い出します。ああ、そうそうそう。この前撮影であのわーって一緒に私もそういうさせてもらいました。めちゃくちゃしんどかったです。普通に雑巾掛けを 100m やるだけでもとんでもないのに、修行僧さん早すぎて。そうそう。ここから行くんですよ。あ、なるほど、慈悲の森。あ、さっきちらっと今奥に見えたんですよね、石仏が。慈悲の森。ちょうどあそこにお不動さんがあって。あ、お不動さんだ、あれは。そこから上がってくるんですね。へぇー。やっぱり西国33箇所は、こっちの方でも人気だったんですね。やっぱりそうでしょうね。一番、なんていうか、観音霊場の中ではメジャーですよね。そうですね。で、まあ、ここの観音様は北陸の霊場の中に入ってます。あ、そうなんですね。あ、いい景色。すごい。これ全部、欅。欅でしょ。の、この、ね、木の肌が、いかついですね。すごいゴージャス。明治31年火災になったでしょ。で明治39年に移転が決まるわけですよ、ね、はい、で明治40年から工事が始まる。おお、一番手に、うん、で、もう何ていうかな、全部できる前に仮もう入仏式をやって、お明治43年から使い出すんですよ。おお、早っ。 でも最終的に一番完成したのが大正2年です。あ、で仏殿と一緒にあのいわゆる竣工してるんですよね。へー、やっぱかかるんですね。でその段階でもまだの瓦は吹かれてないんですよ。へー、でそこからまた数年経ってようやく瓦が吹かれた。へー、だからずっとあの土井吹き板吹きの屋根ですよね、出来上がった写真。へー、でこの光背のこの部分もないんです。ここにダーンと扉があって、なるべくその一番大事な部分からちょっとずつ足してって、なんとかまずは法要できるようにして、そう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 、一番大事な部分で、ね、ご解散様を経団連様をお出しして、はい、なんかいな修行して、へえ、なんか旅をされてるのかな、ちょうど正面は。へえ、なんか千扉が9つありますけど、はい、正面が経団連、まあこれ、鶴見と書いてらっしゃるんですけど、はい、で、右隣に、道元禅師。で、この正面、左隣が、雑魚禅師。で、その横があと3つ、3つあるんですけど、はい、右側3つと、左側2つには、その五印を作った方だから、五印回帰っていうんですけど、はい、その五印の方。で、一番左側の端には、その、明治になってからの、一代一代の禅師様。この禅師様のお位牌なんです。なるほど。あ、じゃあ、順番に増えていくんですか？うん、だからそう、位牌はどんどんだからあっちは増えていく。もう入らないです。ちょっとですね、でも本当にもう先輩たちがずっといるって感じですよね。そう。今幕を降りてますけど、これは鶴見にああやって幕を降りてるんですけど、はい、あれが法要に合わせて上がるんです。へぇー。秘仏とかそういうわけではないけど。うん、上がります。上がって、で、上がり方も3段階あって、うん、あれが3分の1上がると、うん、3分上がると、全部上がる。小回、中回、全回。全は全回。全は。で、法要によって決まってる。へぇー。なんか、お正月は全回で、みたいな。そうそう、とか、当然9月はこの五正期って、はい、一番大きな国なんですけど、はい、メインにしてくる。その時は全回ですね。じゃあ逆にまだ、本気出してないぞみたいな。毎朝はだから朝のお勤めの時は3分。毎朝ちょっとずつ開けてらっしゃるんですね。そっか、だから本当に社長をマジで呼び出す会議の人、うん、リモートでもいいよっていう人って、はい、だからそれを覚えなきゃいけないですよね、修行僧たちは。そうなんですね、うん、なるほど。いや、かっこいいな、こりゃすごいわ。だから建物自体が新しいのが、なんかいい意味で感じないというか、うん、なんか多分、もっとあれでしょ、使ってるのと素材がいいのとで、うんうん、そう。だから、厳格な感じがします。まあ、この建物に関して、まあ、三門と二つに関しては、それこそ、はい、まあ、いろんなところに誇れる建物ではありますよね。さっき、あそこになんか
樹液みたいなのがちょっと垂れてたのが気になったんですけど。ああ、はいはいはい。松じゃないかな。松の。これ、はい、この板は実は欅じゃなくて、はい、これで、ね、まあ、暑い夏だからこれ、出てきてるんですよ。あ、天然の天然のですよ。へぇー。だから、こんだけ年数経っても、まだ生きてるっていう、はい。すごー、垂れてる。うん、へぇー、松ヤニが、松から。だから、この辺りは床材、結構松使ったりします、はい。へぇー。で、こう柱とか枠組みは欅。まあ、能登はヒノキがなかなか育たない地域。で、ヒノキの建物っていうのはなかなか作れないんですよ。で、その代わりに丈夫なものっていうと、このケヤキ。ただ、ケヤキっていう木はすごい曲がるので、床板とかにあんまり向かないんですよ。なるほど。で、そうなると何かっていうと、松材がいいんですよね。だから、これなんかでもこの廊下。はい。これ松ですけど、こんな松ってもうないですよね。こんななんか幅広の松。で、長いですよね、多分身長もかなり。そう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 。これはここのお寺にあった松を切って作った。あ、お寺の松。これ昭和の終わりぐらいにやってます。じゃあ巨大な松の木があったんですね。へえ。で、切った後も何年も置かないといきなり建材には使えない。はい。で、通称みんなこうできた時、松の廊下って呼んでます。松の廊下なんかいい廊下ですね。そうそうそう。朝の匠の神が出てきそう。確かに。まずの廊下ですって。連中でござる。いかつ。そうそう。いかついな。うわー。これはね、ここの外にこれだけ彫刻あるっていうのは珍しいって。はい、珍しいです。あの禅寺っぽくないというか。そうそうそう。うわー、すごい緻密な、しかも。そうそう。なんか、あれ見て、東照宮みたいですね。ああ、そうそう。はい、だから、うわ、すごっ。続いては、慶山禅師の御霊廟に向かいます。境内の一番奥の高いところに、結界の奥、ひっそりとございました。水墨画のような。へぇ、確かにこの、自然の中に、スコーンと立っている感じが、神秘的ですね。そう、だから、すごく神秘的になりますね、さっき、本当に。冬になると、また彫刻もすごいですね。中は塔とかがあるんですか？そうですね、石のこの塔。いや、御霊廟もうここから結界が張られてて、最後は僧堂と呼ばれる座禅堂ですね。やっぱりその最低限の環境、はい、っていうのを整えて、やっぱり座禅修行する。皆さん楽しんでいただける。へぇー。さあ、境内の一番古い建築は、白山大権現を祀る白山蔵という建物です。さらに白山殿っていうのもあるんですけど、実はちょっと時間の関係で行けませんでした。アンブレラスカイが綺麗に彩られていて、こんなのが似合っちゃう掃除寺ソインも面白いよね、なんていうお話をしました。高島老師、本当に詳しく楽しくたっぷりとご案内ありがとうございました。で、帰り道、夕暮れの門前町ですね。そこからタクシーで穴水駅まで行って、帰りは鉄道で帰りました。もう来てみなきゃわかんねえもんがやっと来れたんで。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。高島さん、丁寧なご案内本当にありがとうございます。顔がなかなか映ってなくてごめんなさい。で、見ていただいた掃除ソインなんですけど、あの綺麗なね、日差しが差し込んでいた廊下がガーッと崩れてしまっていたりとか、あの門前町の住居も皆さん被害に遭われてしまったようで、まあ、今見ていただいた通り、明治の大火災があっても長い時間をかけて復活してきた掃除寺ソインさんです。さらに2014年にも震災があったんですけれども、その時の被害もまた復興してきたということで、私再び今回の地震でも復興する力を信じております。完全復帰っていうところには道のりが長すぎるかもしれないです。元の形にということはないにせよ、落ち着いて美しい景色を楽しみながら座禅を体験できる、そんな掃除寺ソインが戻ってきてくれることを信じています。また門前町輪島市の皆さん、町の暮らしも元に戻ることを心から祈っております。ということで、募金のお知らせです。曹洞宗のホームページから募金募集しておりますし、掃除寺さんでも募金の受付をしております。はい、詳しくは
見てください。今すぐに行くことはできないんですけれども、行けるようになったらまた総持寺、祖院、あとは淡島市行きたいなと思っております。その時またね、穴水のバス停のところで美味しいご飯食べれたらいいななんて思ってますよ。ということで皆様ご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンなどよろしくお願いします。ということで以上、みほとけでした。ナームー。